皆さんは英語得意ですか？今日の発見はこちらです。発見、英語で〇〇を学ぶユニークな英語学習法、続々登場します。本日の発見はユニークな英語学習法。ここは日本？パスポートのいらないイギリスで語学レッスンから、日本でおなじみのものを使った驚きの英語学習方法も。こちらの塾では英語を使って日本ではおなじみのあれが行われています。それはこちら、そろばんです。埼玉県にあるこちらのそろばん塾で行われているのは、英語の数字をそろばんで出していく英語読み上げ算。そこで疑問です。そろばんといえばおなじみの願いましてはですが、英語ではどのように言うんでしょうか？お願いします。 Starting with、 そう、願いましてははスターティングウィズ。ちなみに加えましてははアド、引きましてははサブトラクトなんだそうです。しかし英語の読み上げ算を行うことで英語学習にどんな効果があるのでしょうか？単なる数字とはいえ、日本語にはない TH とか R とか、あるいは VF の発音全部含まれてますのでね、リスニングするのに抵抗が全くなくなりますね。その効果のほどがこちら。 Starting with 8,167,320,650,659,342 5,862,341,079 73,985,072,614 698,213,407 8,785,265 ということで、すごいですよね。そろばんやっちゃうんだ。そうなんです。で、あの先生はですね、そろばんが6段、英検は1級、元英語の先生ということで発音も完璧です。でこちら初めて聞きました。願いましては507ドルのアリーは Starting with 507 dollars、 ということで、こう日本にはあまり使われない R とか TH の発音も自然に耳から入ってくるので、リスニング力、それから発音力のアップにも役に立つということなんですよね。まあ、今日はあの学童と習い事をまず見ていただきましたが、じゃあ学校教育はどうなのかと言いますと、今日本の小学校は5、6年生から週に1回外国語活動が必修になりました。でもこれはまだ教科ではなくて、道徳と同じような活動の一環なんですよね。でもこれではちょっと足りないのではないかということで、教育再生実行会議は英語を教科に格上げする、もしくはこの外国語活動を低学年のうちからやるべきではないかということを今提言しています。舛添さん、はい、グローバル化のためにやはり日本も何か手を打たなければというふうに感じられるんですけれども、私もいろんな外国語をやったけど、一番ポイントはやっぱり聞き取りの能力なんですよ。だからあれはいいですね。私大人になってからやるときは、その国のテレビを一生懸命見てました。そうするとテレビの映像でこういうことだって分かってて、じゃああのとかっていう。だからやっぱり聞き取りが一番実は難しい。自分で言うのはなんとかなるんですけども、ただそれはみたいな日本的なもので英語を勉強するってのは全く意外だというか、組み合わせが面白いですよ ね。あれ集中しちゃうからできるんでしょうね。これ数字こうそろばんでやるときに音間違えたら打てないですから ね。だから集中力でしょうね。でも大人もまだ間に合うんです。新しいスタイルで英語を学べる場所がありました。